L イコールハジウセーヌディウフは、セネガルダカール出身の元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションは FW。セネガルのクライフの異名を取る、味方を生かすプレーに長けたフォワード。ズバ抜けた突破力を持ち、チャンスを演出するが、交付調の波も激しい。また、ピッチ内外でもトラブルが多い。早くからフランスで頭角を表したアフリカを代表する選手であり、 2002FIFA ワールドカップで快進撃を見せたセネガル代表の中でも注目を浴び、MVP 投票ではベスト4未満のチームの選手としては最高の7位に入って同大会最大の掘り出し者とも言われた。しかし、大会後に移籍したリバプール FC では右サイドで起用されることが多かった。その後、ボルトンワンダラーズ FC へ移籍し、サム・アラダイス監督の下で復活した。 2001年、2002年のアフリカ年間最優秀選手賞を受賞し、2004年にはペレ選出の FIFA100 フフにも名を連ねた。2007年10月上旬、セネガルサッカー協会の腐敗体質問題を指摘し、26歳の若さでセネガル代表からの引退を表明した。しかし多くの最高弾丸があったことで10月下旬には代表に戻ることを決意した。 2009年4月、クラブに専念することを理由に、再び代表引退を表明した。2011年7月、フランスのラジオ番組内で、アフリカのサッカーシステムは、完全に腐敗していると発言し、セネガルサッカー協会から、事情聴取を要求されたが無視し、さらに別の番組内で、協会から何らかの処分が下されたら、戦争に突入すると発言したため、ついに協会から、 今後5年間、セネガル国内で一切のサッカー活動を禁止された。2012年9月、セネガルサッカー協会はデューフに課した制裁を解除し、彼自身も協会の人事が変更次第、代表への復帰の意思があることを表明した。2011から12シーズンは、チャンピオンシップのドンカスター・ローバーズ FC に在籍したがチームは降格。2012から13シーズンから、 リーズユナイテッド AFC へ移籍した。ここで過去に少なからず因縁があった、ニール・ウォーノック監督の下で再度復活し、短期契約であった契約期間を延長することに成功した。2014年11月、マレーシアプレミアリーグのサバフへと1年契約を結んだ。当初はキャプテンに任命されていたが、翌年7月に、ジョホール・ダルル・タクジ・ムツー FC のアカデミー設立び、 同クラブへの無給での加入を示唆したためその座を剥奪された。ディウフは既婚で娘が一人おり、彼の兄であるダムディウフもプロサッカー選手だった。またディウフは同じセネガル出身のシンガーソングライターであるエーコンと親交があり、彼の曲をよく聞くとインタビューで答えている。ありがとうございます。